別にガキじゃないんだから大丈夫だろ。おや？親分なのに子分のことが気にならないのかい？親分言うな。あいつが勝手にまとわりついてきてるだけだってんの。つうかあいつ迷子になんかなっちゃいねえだろうな。結構混んでるしな。心配なんじゃん。ヒューヒュー追いかけてまいれ。ちげえよ。他人に迷惑かけてないか信用ならないんだよ。どうせ謝るのはいつも私なんだからな。でも寿さんとあちこちゃん仲いいよね。まあ悪くはねえよ。てかなんであんなどうでもいいこと聞いてんだよ。いや面白そうだから。リサ殿と知り合ったきっかけは興味あるな。知り合ったきっかけか、特に覚えてねえな。えー、いやいやそれはないよ。あれだけ慕われてるんだから、こう劇的な出会いとかあったんじゃないのかい。曲がり角でぶつかって痛い、折れた包丁お腹に刺さっちゃったじゃないみたいなラブコメっぽいのとかさ。包丁持って外を出歩くな。はみ出る臓物を抱えながら慌てて去っていった少女を見送った後、学園へ向かうあちかちゃん。教室に駆け込むとそこにはさっきぶつかった相手が。ああ、あんたさっきの私の臓物見た変態じゃない。病院行けよ。とにかく私とリサにそんなご体操な話はねえって。ふーん、ま、自然な出会いなんてそんなものか。いつの間にか背後に立ってたみたいな関係だったんだね。怖えよ、背後取ってんじゃねえよ。隣だろそういうのは。いいのパシリ、パラも従順のパシリが欲しいの。違う、いいことばっかじゃねえぞ。リサのやつ昼休みになると頼んでもないのに食い物持ってくるんだが。羨ましい限りじゃないか。それのどこが不満なのさ。5kg太った。断るわけにもいかねえから、あいつが持ってきたもん残さず食ってたら腹の肉が一時すごいことに。最悪じゃん。慕っている風に見せかけて実は嫌がらせされとるのではないか。子分なんて時代遅れの産物だよね。